はい、おはようございます。みさぺこです。今回はコーヒーを飲みながらおしゃべりしていきたいと思います。こっちあったかいの、こっち冷たいのです。ボトルをさ、昨日洗いに出すの忘れててさ、洗えてなかったんで今日はマグカップです。はぁ、眠たい。あ、美味しい。私暑いのが苦手なんで、もう今まで暑いのいっぱい飲んできたから、嘘じゃんって思うかもしれないんですけど、なるべく暑いのを摂取したくないので、ちょっと冷たい方から飲み終わっていきますね。はい、今回お話しするのが、今年夏コン3公演入ったじゃないですか。で、まあ公演箇所2箇所だったんですけど、私の夏コンの感想を喋らせてください。というのも、私夏場にコンサートに入るってことがそもそもあんまりなかった人生だなって、ジャニオタ人生だなって思うんですね。なんか夏場はどっちかっていうとライブハウスとか行ってた気がします。うん、あれもあれで地獄だったけど、若さってすごいって思う。とにかく暑くて、日差しが本当暑かったですね。そのペイペイドームは、隣接施設にマークイズっていう建物があるんですけど、そこがね、もうそこしか逃げ場がないから、ちょっと時間がある人とかね、こう入場時間まで時間ある人とか、そこしか逃げ場がないからそこに行くんだけど、でもまあその中でどこに行くかって言ったらスタバなんですよ。だからね、スタバはね、オタクの巣窟と化していた。うん、座れただけで奇跡だなと思った。早くホテル出てよかったなって本当に思った。座れなかったかもしれないもんね。テーブルがある席に座れたことが良かったなと思います。そう、入場までさ、結構時間あって、ちょっと飲み物飲みたいなと思って、パークイズ行って、スタバの、なんだっけ、期間限定のやつ頼んだんだよね。バリうまかった。暑かったからさ、もう心の底から生き返るって感じしたもん。本当に、はあ、生き返った。私生きてる、私生きてるってなった。うん、本当にそれくらい暑かったですね。本当暑かった。もうなんか多分日焼けした気するもん、いつもの年より。うん、心なしかね、心なしかで。で、マリンメッセなんですけど、マリンメッセって周りに商業施設もなければ、日陰となる場所も少ないんですよ。めちゃくちゃ少なくて、朝方とかは日陰になる木陰も、夕方にはもう日が照ってるので、太陽の位置って動くからさ、悔しいな。動くから、涼しいところが少ないんですよね。こう日陰がないから、もうずっと日に照らされてるみたいな状態なので、それを考慮して入場時間ギリギリに間に合うように今回行ったんですけど、それでも暑かったよね。もう暑くて、もう暑い暑いって言って、もうマリンメッセ入ってから、なんか涼しくて、マリンメッセが、はぁ、生き返ったってその時もなった。私夏場のコンサートって生死をさまよっているな。ってなりましたね。本当に暑い。なんだっけ、屋外用の扇風機欲しいって思ったもんね。業務用のやつ、工事現場とかに置いてあるよね。あれ工事現場に置いてあるのかな、わかんないんだけど、あれがすごく恋しくなりましたね、暑すぎて。あまりにも暑いと良くないなって思いましたね。まあそんなに早く会場に着こうとしなければいいだけの話なんですけれどもね。いやでも私にとってコンサートって基本冬から春にかけてあるものだからさ、そこまでこう気象的にこうなんかしんどいなって思う公演って少ないんですよ。カトゥーンは暑かったけど。だからカトゥーンはね、毎年台風とね、戦ってる気がする。今年は台風来ないよね、大丈夫だよねって思いながらいる気がする。うん。マジでね、マリンメッセは海沿いだから、もろに湿気がすごいんだよね。いや、他の場所でも湿気はすごいんだけど、なんかマリンメッセってマジで海沿いじゃん。湿気がすごいのよ。特に今年まださ、台風直撃してないのね、うちの地域。珍しいことに。だから秋葉とか台風やばいんじゃないかなって思う。昨日の夜中がね、雷雨がひどかった。うん。ものすごくひどかった。動画撮っとけばよかったな。
って思うぐらいひどかった。そのいやもうコンサートの日に雨が一番萎えるからね。髪の毛もダメになるし、メイクも崩れそうになるし、風が強かったらこうなるし、コンサート会場は傘だらけになるし、もう本当に踏んだり蹴ったりだからね。しかもさ、傘がさ、こううまいこと収納できないからさ、折りたたみ傘で行けばいいんか。折りたたみ傘で行って、袋にビニール袋か中に突っ込んで縛ってポイって、グッズじゃないな、なんか袋、ほら会場内に持って行く荷物に入れればいいんか。大きい傘を持って行こうとするからいけないんか、うん、とか思っちゃうよね。だからこう雨の時のこうコンサートの対策とかみんなどうしてんだろうって思うんだよね。どうしてんだろう。ああ。そしてね、今もねこの部屋暑いの、うん、クーラーが効いてないのかな、うん、まあね、私の部屋の空調ってここ今この撮影してるエリアが一番暑いんだよね。そう、風が来ないの。風がちっとも来ないの。編集してるエリアはちょっと冷えてるかなってぐらいの冷えなんだけど、その隣のそのいつもパッキング動画でお見せしているあのエリアが一番涼しいのね。なんせさ、この撮影している部屋にあれがないんですよ。クーラーがないんですよね。だから空調がないからとても暑いこの部屋で、扇風機の風があまり得意ではない。こう風が直に当たる感じがあまり得意じゃなくて、こうなんか痒くなっちゃうんだよね、風が。だからちょっと考え物ですねって思ってます。そうこうしてるうちに一杯飲み終わりました。いやもうほんと夏場ってさ、みんなどうやって涼しい思いをしているんだろう。なんか早くから行ってずっと日陰にいる人いるよね。でも気がつくとその日陰も日向になってるんだよね。あまりにも暑いから制汗スプレーを振ってやったわ。ちょっと変わるかな。いや暑いよ、暑い。なんかさ、なんか今年って暑い期間長くなかった。2022年5月からずっと暑いって言ってる気がするんだよね、私。めちゃくちゃ暑くて、会社がねちょうどいいんだよ。だから会社寒いらしいんだけど、みんなが言うには会社は寒いらしいんだけど、私にはちょうどいいから。多分ね、私のね体感温度っていうのがバグってると思うんだよね。でもね、車の中のクーラーはね風が直で当たっちゃうからね、あんま好きくないの。こうブッってなっちゃう、うん、だからこう夏ってね難しいよねって思う。夏コンの常連ってどこのグループになるんだろう。でもこれからで言うとキスマイなにわが夏の常連になるのかな。でもセクゾとかも夏今やってるしね。8月21日だけど、今日多分8月21日だよ。そう、8月21日だけど、セクゾ今ツアーやってるから、夏場ツアーやってんなーって思う。うん、からまあこれからね、なんかまあ、うん、行く公演っていうのは私はそこまで多くないし、一つのグループをたくさんのステージを見に行くことができないので、あまりって感じなんだけど、まあ、夏場はね本当に苦慮しますね。うん、もうちょっとこう対策していきたい。布面積は少ない方なんだけどな。この年でも布面積少なくて生きてるはずなんだけどなって思う。それでもまあ暑いよね。だからさ、みんなさ、なんか中では寒いから長袖着てくとか言うよ。外が暑いから一緒だよって思っちゃう。うん、だから脱ぎ着できないタイプの長袖着てくる子いるじゃん。マジ根性だなって思っちゃうもん。うん、逆もしかりね、冬場に半袖見るとすげえなって思う。それと一緒。なので、夏場のこの涼しい対策、涼しくなる対策を知ってる方いたら教えてください。私はもうどうすればいいのか分かんなかったよ、今年は。めちゃくちゃ暑いもん。今も肩がすごく暑い。ということで、みんなの知恵を貸してくれーっていう動画でした。うん、夏コンってどうやって乗り切ればいいの？今後、コンサートを夏にあった場合、どうやって生きていけばいいのってちょっと不安になってるので、皆さん助けてください。よろしくお願いします。ということで、本日の動画5枚、いかがだったでしょうか？いや、もう暑さだけはもう対策しようがないからね。頑張っていきましょう。ということで、みさぺこでした。またね。バイバーイ。